はい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 。阪神の岡田監督なんやけど、巨人に対して、ああ、怖いわーとか、警戒すべきチームは巨人やわーみたいな感じで発言されてるみたいなんやけど、ちょっと今日、それについて、まあジャイアンツファンでもあり、ジャイアンツの情報を発信させていただいている立場から、岡田監督は一体どういうところに対して恐怖心を抱いてたりとか、警戒しているのかというところを、ちょっとね、探っていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。またの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、今年中、2024年中ですね、チャンネル登録者数5万人。500人いっちゃうよ。5万人をね、目指しておりますので、またの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思ってるんですけども、今日はですね、まあ阪神の岡田監督が巨人怖いよというふうに、たびたび発言されているというところで、ちょっとね、それについてお話していきたいなというふうに思っております。まあどういうことをおっしゃってるかというとですね、やはりなんか岡田監督はですね、ジャイアンツが90周年というかね、創立確か90周年というところもあったりとか、まあ2年連続 B クラスに終わってたり、するので、それをしっかり巻き返してくるんじゃないかっていうふうなことをおっしゃってたりとか、まあ外国人選手のね、オドーア選手を獲得しましたけども、まあそのメジャーで何百本というか売ってるバッターが最近日本に来てなかったから、そういったところも非常にオドーアっていうのは危険というか、警戒するよねみたいな感じでおっしゃってましたと。で、まあ確かに、岡田監督のね、言ってることっていうのは、まあ確かに一理あるのかなというふうに思うんですが、あくまでちょっと僕目線でですね、なぜ、巨人がですね、まあまあ不気味というか、まあその、今年やるんちゃうかと言われているようなところっていうところを、説明していきたいなというふうに思っております。まずね、一つ目、理由なんですけども、セリーグで、巨人だけが監督変わってるんですよ。うん。で、まずそもそも監督が変わったら、何もかも変わるんですよね。まあ、体制もそうですし、どんな野球を目指すのかっていうところもそうやし、どういう選手を使うのかというところも、どの監督がやるかによって、例えば原監督がやるのか、安倍監督がやるのか、高橋由伸監督がやるのか、それだけでもというか、その人それぞれで全然考え方とか目指す野球が違うんで、今まで長いことこう原監督がこうずーっとやられてこられてますけども、そこをね、安倍監督というね、まあ2軍の監督も経験されてますし、1軍のヘッドコーチも経験されているような、安倍監督はですね、まだそれにプラスしてね、キャッチャー出身というところで、非常にこの、まあゲームメイクというか、広く視野を持たないとキャッチャーっていうのはなかなかできませんから、キャッチャー出身の監督というところも、まあ相手がね、やはりこう警戒、するような要因の一つではないかなというふうに思っております。まあね、やはり監督が変わるっていう時は、やっぱりこう新戦力が現れてきたりとか、野球がガラッと変わったりするものなんで、セリーグで言うとね、巨人しか変わってないので、まあ、他のチームで言えば、ある程度、まあ、この監督がこういう野球をしてくるなとか、まあ、新しい選手が加わった場合、この選手はこれぐらいやるだろうなというふうな感じでいけると思うんですけども、まあ、巨人、他の球団から見た巨人の場合は、新戦力もすごく増えてるし、監督の野球もなかなかこう、つかめないしというところで、そういったところですごく、まあ阪神もそうですけども、他の球団からしても、巨人っていうのはすごく不気味な存在になっているんじゃないかなというふうに思っております。まあなかなかね、
まあ、オープン戦今3試合かな ?3 試合やりまして、まあ、なんとなく阿部監督が目指している野球というか、まあ、メディアに発信される、発言であったりとか、まあ、実際に試合の中で、まあ、サインを出したりとか、選手に対しての指示を与えたりとか、そういうところを見ていくと、まあ、去年とやるような野球、原監督がやってたような野球とは、まあ、違うやろうなというふうに思いますし、まあ、僕が思うにはですけど、まあ、ホームランであったりとか、チーム打率は1位だったんだけど、なかなか、勝ちきれなかった。まあ、ピッチャーが、なかなかね、良くなかったっていうのもありますけども、ここ1本というところで、なかなか得点圏打率とかね、低かったですし、なかなかやっぱりこう、欲しい時に、点が欲しい時に、まあ、ホームランだけじゃなくて、いろんなバリエーションを持った、得点の仕方がないと、なかなか勝ちきれないんじゃないかなというふうに、まあ、阿部監督は、ヘッドコーチ自体思われてたのかなというふうに思うので、今現状ね、相手に球数を投げさせたりとか、まあ、バントを使ったりとか、エンドラン使ったり、スチールを使ったりとかね、そういった、まあ、細かい野球というか、スモール野球というか、まあ、そういった、その、一発に頼らない野球、まあ、守り勝つ野球みたいなところを、体現というかね、目指しているのかなというふうに、現状ね、僕見てて思います。で、二つ目なんですけども、やはり戦力強化っていうところが上がってくると思っておりまして、まあ、何が巨人一つ挙げるとしたら、どこが弱点っていうふうに聞かれると、間違いなく救援陣というか、中継ぎ陣が弱いというふうに、まあ、誰もが言うと思うんですけども、そこをね、しっかり、まあ、まあ、近藤選手であったりとか、ケラー選手、まあ、馬場選手、まあ、高橋で投手は、まあ、先発でいくみたいですけども、まあ、泉投手とかね、まあ、非常にまあ、5枚ね、5人、ピッチャー陣を補強したっていうところで、これほど大幅強化というかね、してるのって、まあ、巨人ぐらいかなっていうふうな形はあるので、非常にね、まあ、弱点というかね、なんとかしてこう、埋めて、強化していこうっていう姿勢というかね、オフの間の、まあ、その、まあ、吉村さんが、トップに、編成のトップになられたと思うんですけど、まあ、そことのね、現場とのその、意見の、合わせ方であったりとか、そういったところも、まあ、原監督がやられた時と、違うのかなというふうに思うので、非常にね、いい連携が取れてるのかなというふうに思っております。また、若手の先発陣でもですね、まあ、山崎伊織投手であったりとか、赤星投手みたいな若手の投手が出てきてますし、まあ、成長株でね、井上投手であったりとか、横川投手なんかっていうね、まあ、今ちょっと2軍にいますけども、そういった期待の投手、まあ、松井投手もそうですよね。そういった投手もいますから、非常にね、まあ、まだその全員が開花しきってるわけではないんですけども、徐々にね、ステップアップしてるというか、うん、一人ずつというかね、増えていってるような形はね、ありますから、まあ、救援陣もしっかり補強したし、若手の先発というところも出てき始めてるしね、そういったところも、まあ、阪神も同じだと思うんですけども、巨人もね、しっかり、成長をしてると思いますから、そういったところも警戒する要素の一つなんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、野手というところも、まあ、今までね、盤石と言われてた、まあ、坂本勇人選手であったりとか、まあ、岡本和真選手は、まあ、まだ若いですけども、まあ、そういったところ、丸選手であったりとかっていうところが、いますし、まだいますし、まあ、そこにね、まあ、頼ってるっていうところも、頼ってるっていうところが結構ね、依存してるっていうところが結構ね、巨人は長い間続いてたわけですけども、そこをね、まあ、ショートからサードに坂本さんが転向したりとか、そこに門脇選手が入ってきたりとか、うん、外野手もね、まあ、その、ブリンソンっていう、センターの選手がいたんですけど、そこをね、まあ、クビにしてというか、戦力外にして、まあ、日本人野手、日本人外野手だけで、行くと、センターをね、というふうに言って、僕は正直その時に、大丈夫かなと。外国人の外野手、まあ、強打の、外野手を取ってこないときついんちゃうかと、うん、センター誰かいけるかというふうに思ってたんですけども、結局今で言ったら、まあ、佐々木選手だったりとか、松原選手、うん、まあ、オコエ選手もいますし、今、そのオープン戦の調子を見てるとですね、その3人いれば、まあ、センターね、任せられるんじゃないかなっていうふうな形はね、僕思っておりますし、まあ、レフトに関しても、まあ、丸選手がね、ちょっと今、脇腹かな。
怪我してますけども、まあ、秋広選手ね、まあ、ちょっといろいろちょんこしたりとか、なんかこう、阿部監督のね、インタビューでそうやって言ったりとか、してますけども、まあ、それは期待の裏返しっていうところもありますから、そこはね、しっかり頑張ってもらいたいなというふうに思いますし、まあ、そこでね、ライトというところは、小堂選手獲得しまして、まあ、まあ、フリーバッティングであったりとか、まだ実戦は入ってないと思うんですけど、フリーバッティングとかを見てると、非常に力強い打球飛ばしてますし、まあ、前動画でも言いましたけども、軸がなかなかぶれないし、うん、そういったところで、非常に対応していける可能性というのは十分あるんちゃうかなと。まあ、岡田監督も警戒してるというところで、非常に期待は持てるんじゃないかなというふうに思いますと。はい。で、やっぱりこうね、若手と、ベテランだけがこう頑張ってたというか、ベテランで、保ってたっていうところがあったんですけど、まあ、徐々にね、野手の場合も若手がこう伸びてきて、任せられるようになってきたっていうのも、非常に大きな、要因かなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、阪神の岡田監督が巨人に対して、まあ、警戒してるよというふうに、たびたびおっしゃってますけども、まあ、ジャイアンツファンから見て、まあ、ジャイアンツのことを情報発信させていただいている身からすると、どういったところが、他球団を警戒してるのかなというふうに、ちょっとこう、客観的な感じで見て、今日はね、皆さんに、巨人の成長したところじゃないですけど、不気味なところというか、いいところをお伝えさせていただきました。まあ、まだシーズンが始まってないので、まだそのね、なんとも言えないところはあるんですけども、まあ、現状ね、オープン戦、まあ、練習試合ではあるんですけども、まあ、しっかりある程度機能してますし、まあ、昨日は負けてしまいましたけども、最後ね、1点取れて、まあ、見せ場を作れたっていうところもありましたし、僕が2軍でやってる時に、阿部監督が2軍監督でいらっしゃったんですけど、やはり負け試合でも、ある程度最後、まあ、粘りというか、見せ場を作っていかないといけないみたいな、話をね、やられっぱなしじゃあかんと。シーズンは長くて、何試合もやるわけだから、負けたとしても、最後食らっついていく。まあ、1点、2点取って終わるとかね。そういった形を、負けるような試合でもやっていこうというふうなことを、おっしゃってた時もあるので、それをね、昨日負けてしまったんですけど、それを体現できたのかなというふうに思うし、やはりシーズン長いですから、その1点、2点がね、相手に対して、印象であったりとか、次の日のやりにくさに、繋がってくるのかなというふうに思うので、まあ、全部勝つっていうのが、まあ、目標ではあると思うんですけども、なかなかそれはね、厳しいところはありますから、そういうね、負け試合でも内容にこだわっていくというかね、最後粘りを見せていくみたいなところは、結果的にね、最終、優勝したりとか、いい順位にいるために、必要なのかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。